動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することです。実際に動物園水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。外がまあすごいというか、まあまだまだなんでしょうけどね。今鹿児島あたりかな、台風14号ですけどにいるので、まだこれから先にね、なるともっと大変なことになるんじゃないかななんて思いますけど、まあ今のところ風が強い雨が強い、それぐらいな感じですよね。で、朝方になって、多分この状況だとスズメも飯食うあれがないだろうと思って、今日多めにちょっと鳥の餌を撒いといてあげたんですけども、撒いてる餌のところがさ、結局風で飛んでったのか、それともスズメが食べたのか分かんないけど、減ってるのは減ってんだよね。だからまあご飯食べてればいいけどなーなんて思いますけどね。この風だと多分スズメ本体が飛んでいくような気しますんでね、まあスズメは飛んでってもまあ仕方がないというか、野生なんで仕方がないと思いますけども、まあ、あの人間に関しては飛んできたものに当たらなかったりとか、あとは家の中の今僕はトタンをこう出して、で窓ガラスを保護してますけど、そうやってなんかガラスが飛散しないような、そういう仕組みっていうのが必要かななんて思いますのでね、しっかりと対策はしていただきたいなと思います。とにかくまあ怪我をしないように1週間生き延びましょうと、まあ、そんな感じでございますね。あとなんか地震とか津波も発生してるみたいなんで、その辺の人は気をつけていただきたいなと思います。ということでございまして、今日のニュース読んでいきたいと思いますが、飛ばないクイナ賢い、帝京科学大チーム、石で貝割る行動、二足歩行で脳を大きく。いい研究ですね。飛べない鳥は脳が大きく賢い、素晴らしい。帝京科学大学山科鳥類研究所、東京大学の研究チームがクイナ類の脳の大きさを3次元で測定した結果、ヤンバルクイナを含む飛べない種は飛べる種と比べて脳が大きく、認知能力が高い可能性があることを明らかにした。イギリスの科学雑誌ジャーナル・オブ・アナトミーに5月24日付で発表した。鳥類学研究においては長年、飛翔能力と脳の大きさ、形、頭を支える首の構造などの関係が論争の的となっていた。研究チームは飛べる種と飛べない種がいるクイナ類に注目。日米の研究機関に保管されている23種の頭蓋骨標本を X 線 CT で撮影して脳の大きさを3次元で推定した。これを系統が近い種の飛翔能力の有無と脳の大きさを比べたということで、結果、飛べない種の脳は飛べる種よりも体重の割に大きかったということが明らかになった。さらに、人と同じように大きい脳を首が真下から支える構造的な傾向が強く見られることも分かった。研究チームの帝京科学大学の島田准教授らは、ヤンバルクイナがヤンバルマイマイといった 陸の貝類を捕食する際、くちばしに加えた貝を石に叩きつけて貝を割ることを確認している。島田准教授は、クイナ類は約150種が知られるが、このような捕食行動が確認されているのはヤンバルクイナだけだ。高い認知能力があって初めて可能になると指摘。飛ばずに常時二足歩行をすることが脳を大きくした可能性を示唆していると研究結果の意義を強調したというところですね。まあこれは多分人間とかも一緒でしょうけども、二足歩行することによって、まあその頭の位置だったりとか、あとはその視認する能力っていうのが高まってって、どん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 腰がこう、そのダーウィンの進化論のあの図じゃないですけども、あんな感じでどん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 立っていったみたいな、そういう形だと思います。まあその、副作用として脳みそが大きくなってって賢くなるっていうところで考えると、まあまあ、あの進化の、正当性っていうのが、まあ、改めてこう実証されてるのかななんて思いますけどもね。ただまあ、何せあの嬉しいですね。飛べない鳥は頭がいいって言われるのすごく嬉しいですね。で、まあ、ヤンバルクイナなんかっていうのはまだまだ保護されなきゃいけない種ではありますし、まあ、これがね絶滅したりとか数が減ってしまうと、こういう研究っていうのも進んでいきませんのでですね、沖縄のヤンバルクイナだけじゃなくって、もっと他の地域の絶滅しそうな生き物たちの保護っていうのは、まあ、こういう研究結果を導き出すのに必ず必要な命
だと思いますので、こういう個体がいなくならないようなそういう世界を作っていかなきゃいけないなというふうに考えさせられますね。ということでございまして、今日のニュースは、飛ばないクイナ賢いっていうお話でございました。